動画をご視聴の皆様こんにちは。日産 YouTube チャンネル案内人の M です。ここのところ連日ですね、セレナに関する動画を上げさせていただいてるんですが、まだ福島日産に車が届いていないということで、現車をお見せすることができておりません。というか私も早く見たいです。ですが新型セレナもう検討している方たくさんいらっしゃると思いますので、今日はこのセレナの中でも、はい、こちらですね、セレナのグレードに関して解説をしていきたいと思います。ここですね、グレード一覧のページ見るとなんかいっぱいあるんですけれど、でも基本的なセレナのグレード構成って実は意外とシンプルなんですね。じゃあ何をポイントにしていって、じゃあ何をポイントに見ていけばいいのかということで、本日はこちら新型セレナグレード解説やっていこうと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでですね、新型セレナグレード見ていくんですが、まあ、ここですね、 XXV 防水シート車、ハイウェイスター V、 ハイウェイスター V 防水シート車、 E パワー X、 E パワー XV、まあ、いっぱいあります。でも基本的なグレード構成、今日は特別使用車についてはお話ししません。標準のグレードラインナップの中から見ていくわけなんですが、はい、セレナのグレードの構成ポイント大きく3つあります。まず1つ目はガソリンモデルなのか E パワーなのか、セレナガソリンと、そして電気で走るガソリン車 E パワーの構成ということで、大きく2つパワートレーンがあるんですね。でさらに標準車なのかハイウェイスターなのか、はい、セレナにはハイウェイスターといういわゆるカスタムモデルがラインナップの中にございます。どっちを選ぶべきなのか、どっちが自分に合っているのか。でさらに標準車の中には X というグレードと XV というグレード、ハイウェイスターの中にはハイウェイスター V と、でもう一つルキシオンという最上級グレードもありまして、まあ、これもハイウェイスターの一つに入れてもいいかなと思います。じゃあ最終的にどのグレードを選べばいいのか、まず最初はこちらガソリンなのか E パワーなのか、まずガソリン車の仕様をちょっと見ていきます。はい、セレナのガソリンモデル、まず四駆の設定がございます。二駆と四駆から選択することができるようになっています。でガソリンということで普通のエンジンを搭載しております。2リッターのエンジン、パワーが150馬力、そしてトルクが 20.4kg ということで、まあ、これ一般的な2リッターエンジンの車らしいスペックとなっております。でこれは先代モデルのセレナとも同じエンジン、同じスペックになっていまして、で燃費ですね、こちらが WLTC モードの計測値で X グレードの2区リッター 13.4kg となっております。でガソリンモデルだけの特徴として、まずパドルシフトがついているんですね。で今回のセレナ、はい、ここですね、エアコンのパネルの近くに、はい、シフトポジションを変えるボタンがつくんですね。レバーじゃなくてボタン式になっています。でここにあるのが、はい、PRN とあって、次に DM とあります。この M マニュアルモードに対応してるんですね。でパドルシフトがついてる画像をちょっと見つけられなかったんですが、ガソリンモデルの場合は、このハンドルの後ろにですね、シフトアップダウンの操作をするためのパドルシフトが搭載されます。グレードに関係なくガソリンモデルみんなパドルシフトがつくということで、ちょっとスポーティー感を感じられる仕様になってるかなと思いますね。でセンターコンソールが前まで来る、これどういうことかというと、ちょっとこの後 E パワーも話をした後にまとめてお話ししたいと思うんですが、セレナのセンターコンソール前後にスライドするんですね。これがちょっとガソリンと E パワーで仕様が変わります。あとはプロパイロットパーキングの設定がありません。はい、日産の運転支援技術の一つで駐車を手助けしてくれるプロパイロットパーキング、こちらがガソリンモデルでは残念ですが設定ありません。これ欲しい方は E パワーを選択していただければと思います。はい、では続きまして E パワー、まず2駆のみのラインナップとなっておりますので、4駆が絶対欲しいんだという方はガソリンモデルをご選択いただければと思います。そして 1.4 リッターの発電専用エンジン、
e パワーは発電専用のエンジンを搭載して、それとは別に走行用のモーターがついております。でこのモーターのスペックが163馬力 32.1 キロというトルク、どうですか、比べていただくとですね、ガソリンが150馬力の 20.4 キロだったのに対してモーターの方がパワー強いんですね。163馬力32キロ、そしてパワーが強いだけではなくって燃費もいい、リッター 20.6 キロとなっております。で e パワーのモデル、パドルシフトは搭載されていないんですが、代わりに e ペダルステップ、日産の他の e パワー車や EV 車にも搭載されております。アクセルペダル1本で加速はもちろん減速操作まで行えるというものが、こちらのセレナの e パワーももちろん使えます。でさっきちょっと途中になっていたですね、はい、センターコンソールが前まで来ない、代わりにフロントセンタートレー付きという、話なんですけれど、これガソリン車はセンターコンソール前まで来る、センターコンソールが e パワー前まで来ない、どういうことかと言いますと、はい、こちらですね、スマートマルチセンターシートという2列目でちょっと持ち上げておくと、まあ、2列目に3人乗るときに使えるシートが前後にスライドしてぐっと前に出すことができる、これによって2列目3列目のウォークするとこもできるようになるなんていう、この前後にスライドするシートなんですが、これを一番前まで出したとき比べてみましょう。こちらが e パワー、こちらがガソリン車、見るとですね、ガソリン車の方がより前まで出てくるんですね。使い勝手の点で言えばやっぱりできるだけ前までも来てくれた方がいろいろ使いようがあるかなと思います。あとここを肘掛けとして、フロントシートの肘掛けとしても使っていただいたり、あとは荷物入れに、小物入れにアクセスしやすくなったりします。じゃあなぜ e パワーはこのセンターシートが前まで、もっと前まで来てくれないのかというと、ここにトレーがついてるんですね。で今回の C28 型セレナは e パワーでもこの前後にスライドするシートついたんですが、でもやっぱりここどうしてもスペース必要だったので前に来る位置っていうのがちょっと限定されてしまいました。ということでセンターコンソール前まで来ない代わりにフロントセンターにトレーがついております。であとはさっきガソリン車になかったプロパイロットパーキングが e パワーですと設定ございます。こちら全グレードではないんですが、グレード別、そしてオプションによっては取り付けすることができるようになっております。はい、ということで新型セレナ、ガソリンにするの、それとも e パワーにするの、全部の違い 100% 網羅してお話ししてません。私がポイントだなというところをお話はしているんですが、どうでしょうか。皆様需要によってですね、あとは e パワーだともちろん価格がちょっと高くなりますとか、あと e パワー少し発売遅れるんです、来年春頃の予定をしておりますので、もうすぐにでも欲しいという方はやっぱりガソリン車を選んでいただくというのが、いいのかなと思うんですが、ただやっぱり e パワーならではの燃費の良さとか、そして今回 e パワーの方がパワーが強かったりとか、こういったところで、まあ、どっちを選べばいいかな、選択していただければと思います。ではガソリンにするか e パワーにするか決まりました。続きまして、標準車にするかハイウェイスターにするか考えていきます。はい、まずですね、標準車5ナンバーサイズです。そしてハイウェイスター3ナンバーサイズです。どういうことかというと、ハイウェイスターエアロパーツとかが外装に追加でついていたり、専用バンパー形状になってますので、ちょっと幅が広がって5ナンバーサイズの枠を超えるんですね。でもちょっと幅広いだけで別に税金変わったりとかそういうわけではありません。X グレードですと横幅が1695ミリということで、5ナンバーサイズ以内、ハイウェイスターによると少しだけ幅広がります。1715ミリということで20ミリ、大きくなりまして3ナンバーになるという、それだけですね。じゃあそこの5ナンバーなのか3ナンバーなのかにも関わってくる外装のデザイン、フロントグリルやバンパー形状、そしてホイールデザインが違うんですね。見てまいります。はい、こちらがハイウェイスター V、 そしてこちらが X、 いわゆる標準車と呼ばれる X グレード、まず見ていきますと、はい、顔つきこんな感じです。そして、フロントグリルは、ライトよりもちょっとせり出した下に伸びたぐらいの、フロントグリルと、そしてちょっと丸めの、下の開口部ですね。はい、一
方で、ハイウェイスターはこちらです。顔つき全く違ってきます。ライト形状おそらく一緒なんですが、このグリル部分がより下までグッと、というかボディと同色のパーツが一番下に来るまでないんですね。このブラックとメッキのシルバーの、グッと大きく広がったグリルデザインがハイウェイスターの特徴です。でエアロパーツってさっき私言ってたんですけど、この辺ですね。はい、フロントバンパーもまあリップスポイラーとまでは言わないんですが、ちょっとエアロ風の形状に、そしてサイドシルの部分もハイウェイスター専用ということで、微妙に違うのが分かっていただけるでしょうか。はい、こちらですね。こっちの方が分かりやすいですね。ルキシオン、そしてハイウェイスターのフロントグリルと、そして右側が標準車のフロントグリル。フロントバンパーの形状もこんな感じでだいぶ変わってきます。サイドシルプロテクターも違うし、そうですね、ハイウェイスターの方がやっぱりちょっと角張って外に出たような、そんなイメージのデザインになってますね。リアバンパーも大きな差とまでは言いませんが、この下の中央部分ですね、ここのくぼみの感じが変わってきております。またですね、タイヤのホイールのデザインも異なります。どのグレードも全て16インチのタイヤとアルミなんですが、デザイン変わってきまして、まず標準車がこちら、XXV、E パワーとガソリン車はそれぞれですね。はい、標準車についてくるのがこちらのホイールカバーということで、内側はいわゆるスチールホイールです。でただし標準車でもメーカーオプションでアルミホイールに変更することができます。それがこちらのデザインで、一方でハイウェイスターとそしてルキシオン、こちらは標準でアルミホイール専用デザインのものになっております。アルミホイールですけど、まあ標準グレードとそしてハイウェイスター、それもしっかりですねデザイン分けてあるんですね。でさらにハイウェイスターと標準車、内装も変わってきます。標準車はブラックとグレージュの2色から選択、そしてオプションで防水シートも選べます。ハイウェイスターはブラック1色で、あと防水シートもオプションで選べますということで、ただしシート生地は標準車そしてハイウェイスターで異なってきます。はい、こちらシート地、内装色ということで、全部で実は4種類なんですね。ブラックと防水と、あとアイボリー、グレージュしかないのかと思ったらなんかあるんです。でこれどういうことかと言いますと、まずグレージュ、こちら X で選択できるものですね。でこのグレージュと同時に X グレード、こちらのブラックもシートを選べるようになっています。じゃあハイウェイスターのブラックと標準のブラックどう違うんだというと、しっかりですね変わっておりまして、ハイウェイスターの方見ていただくとですね、ここ中央にちょっと、アクセントが入っていたりとか、あとこの黒い部分で座面の部分、背もたれの部分は、ジャガード織りのちょっと厚手の生地感、さらに合皮のコンビということで、この肩周りとかサイドの部分とかに合皮素材が使われております。標準グレードの方は素材感はちょっと使い分けはされているんですが、あくまでも布地のシートです。でさらにハイウェイスターの中でもプレミアムというシート地がありまして、こちらルキシオンの標準装備のシートです。こちらもブラックと一言で言ってはいるんですが、これは全体的に、合皮素材が使われている。で合皮が全部使われてるって言っても、なんて言うんでしょうね、この背もたれとか座面の部分ちょっと模様が入っていたりして、高級感とあと厚み感のある生地なのかな、素材なのかなというところが伺われます。でこう見ていただくと黒黒黒白ということで、白いインテリアがいい方は実は標準グレードだけになります。撥水防水シートということで、ハイウェイスターグレードのブラックのシートは布地とはいえ撥水素材が使われている。撥水だけじゃまだ心配だという方は防水シートもオプションではありますが、選択できるようになっております。ということで、標準車とハイウェイスター大きさがちょっと違うのと、そして一番の違いというのは見た目そして内装の違いなんですね。では標準車には X グレードとそして XV グレードがある、ハイウェイスターにはハイウェイスター V とルキシオンがある、それぞれの違いを続いて見ていきます。はい、まずは標準車の方、
X グレードと XV グレード2つあるんですが、何が違うのかというと、まずはボディカラーが違います。セレナのボディカラー全14色ツートーン含め全14色あるんですが、 X グレードは7色、 XV グレードは全色選択可能です。はい、こちらちょっと画像はハイウェイスターなんですが、こちらで説明をさせてください。セレナのボディカラーのラインナップ、まずターコイズブルーとスーパーブラックのツートーン、リキュートスーパーブラックのツートーン、カーディナルレッドとスーパーブラックのツートーン、プリズムホワイトとスーパーブラックのツートーン、ブルー単色、リキュー単色、プリズムホワイト、インペリアルアンバー、ダイヤモンドブラック、カーディナルレッド、ダークメタルグレー、ブリリアントシルバー、アズライトブルー、ホワイトという14色ございまして、標準グレードの XV であればこの14色すべて選択できるんですが、X グレードになりますと選べるカラーが少なくなります。プリズムホワイト、インペリアルアンバー、ダイヤモンドブラック、ダークメタルグレー、ブリリアントシルバー、アズライトブルー、こちらの7色にあるんですね。もうツートーン色はそもそも選べなくなったり、あとはワントーンでもこのターコイズブルーとか、リキューとか、カーディナルレッドとか、こういったカラーは選択できない。なのでもう自由に色を選びたいんだ、特にツートーンがいいんだよとか、あとは赤とか青とか、あとこのリキューって私も実物まだ見てないんですけど、こういったカラーが欲しいなという方は XV の方を選択いただければと思います。またLED フォグランプですね。はい、こちら画像 X グレードですが、標準の X グレードフロントのここの部分ですね、はい、LED のフォグランプがついてきているのは XV で、 X グレードも LED フォグランプつけることできるんですが、こちらはメーカーオプションとなります。でメーカーオプションの何が選べるかっていうのが X と XV でまた変わってきまして、まずメーカーオプションナビですね。このメーカーナビ X グレードは装着できません。選択することができないんです。 XV グレードになると標準ではありませんが、こちらオプションでつけることができます。はい、セレナのメーカーナビ、こちらですね、日産コネクトナビゲーションシステムということで、エクストレイルと同様にこの横長の大きなワイドな 12.3 インチのモニターがついてまいります。でこのメーカーオプションナビをつけることによってセットでいろんなものがついてくるんですね。主なものがこちらです。ナビの他にアドバンストドライブアシストディスプレイ 12.3 インチ、これ何かというと、このメーカーオプションナビをつけていただくと、同時にですね、こちらです、このメーター側のモニターも大きいものになるんですね。こちらがナビとセットなんです。でさらにワイヤレス充電器、これはスマホの非接触充電ですね。であとナビリンク機能付きプロパイロットということで、プロパイロットそのものはセレナ全グレード全仕様標準でついてくるんですが、これがナビと連携してより高度な速度制御などを行うというのはメーカーナビの装着が必要となります。であとは SOS コール、アダプティブ LED ヘッドライト、ハイビームにしていても対向車のところだけハイビームが行かないように、眩しくないようにエリアを選択して自動でハイビームをしてくれる、このアダプティブ LED ヘッドライトだったり、あとはドライブレコーダー前後セットのもの、こちらも先日の動画でもちょっとご紹介しました。前後ともにメーカーオプションとしてすっきりと搭載されるこのドライブレコーダーも取り付けできるのは XV のこうなんですね。メーカーナビとセットのものになります。であとエアコンの仕様もちょっと変わります。ガソリン車の肉と、e パワー X の e パワーですね、こちらはフロントオートエアコンとリアクーラーが搭載されております。で一方で同じ X グレードでも4駆、そして XV グレードはプラズマクラスター搭載フロントオートエアコンプラスリアオートエアコン、まず違うのがプラズマクラスターが搭載されているということで車内空間より快適にしてくれる。あとリアオートエアコンということで X グレードは実はリアクーラーだったんですね。これをリアもオートエアコンにしたいという場合は XV グレードまたは X の4駆、あとはオプションで2駆、そして e パワーの車も、このプラズマクラスター搭載フロントオートエアコンプラスリアオートエアコンにすることはできるので、まあ
全グレードどの仕様でもこちら選べますが、 X はプラズマクラスターと、そしてギアのオートエアコンはついておりませんよという仕様です、あとハンズフリーオートスライドドア、はい、こちらですね、あのドア下にスッと足を差し込んで入れることによって、スライドドアを開けることができるという先代のセレナでも人気の機能なんですが、こちらそもそも X グレード標準では左右ともに手動のスライドドアになります。オートクロージャーはついているので、手でスーッとスライドさせて最後カチャンって言ったら自動的に締め込みはしてくれるんですが、はい、でも標準は手動、そしてオプションをつけることによって助手席側のみハンズフリーオートスライドドアをつけることができます。でも両側はできないんですね。一方で XV グレードになりますと両側ともにこのハンズフリーオートスライドドアが標準でついてまいります。他にも XV だけの内装品がいろいろありまして、メッキインナードアハンドル、ロールサンシェード、パーソナルテーブル、 USB ソケットがタイプ A が1個とタイプ C が5個になりますよということで、 X はタイプ C、1個だけなんですね。あとは防水シートが欲しいという方もこれ設定あるのは X にはありません。 XV だけになります。結構家族みんなに乗って快適にセレナを楽しみたいという場合ポイントになってくるのがこの辺かなと思います。ロールサンシェード、はい、2列目のロールサンシェードがグッと下からこう引っ張り出してかけることのできるロールサンシェードが標準でついてきたりとか、あとはパーソナルテーブルですね、こちらもセカンドシード、サードシートそれぞれに、つまり後ろ2列目3列目合計4つのテーブルがついてくるとか、でさらにそれぞれの席に USB タイプ C の USB ソケットがついてくるということで、かなり快適に後部座席でドライブを楽しんでいただくことができます。はい、ということでまずはハイウェイスターじゃありません標準車で X と XV 見ましたが、結構違いがあるんですね。かなり大きいところというとメーカーオプションナビがつけられるかどうか、それに伴ってたくさんの機能が、あるかないかっていうのが変わってまいります。はい、ということで X と XV の比較をしてきました。結構たくさん違いがありましたが、まだこれ標準車だけの話です。じゃあハイウェイスターはどうなのかということで、はい、ハイウェイスター V と無機シオンの違いを見ていきます。でハイウェイスターはですね、あの X グレード、標準の X グレードに相当するものっていうのがないんですね。ハイウェイスター V とついてるということで、基本的に標準車の XV と装備関係は一緒です。でまた無機シオンを選ぶという場合は E パワーだけの設定となりますので、ここで見ていくのは基本的に E パワーのハイウェイスター V かそれとも無機シオンか迷っている方向けかなと思います。ではまず一つ違うのが乗車定員、V、E パワー V は8名乗り、一方でルキシオンは7名なんですね。はい、セレナの各グレードの中で唯一7人乗りなのがルキシオン、なぜなのかというのをちょっとこの後でお話またします。あとボディカラー、先ほど言ったように全14色あるんですが、どちらのグレードも実は13色だけ選べます。ホワイト、プリズムホワイトとホワイトということで白2色あるんですが、ソリッドの方のホワイトのみこのハイウェイスターでは選択できないようになっています。あとメーカーオプションナビですね、さっき X と XV の違いでも言ったここの部分です。これがハイウェイスター V はオプションで付けることができます。ルキシオンになると標準で付いてきます。あとは遮音ガラス、車の静粛性も実はちょっと違いまして、まずガソリン車、そして E パワーの XXV、 これらは遮音ガラスは採用されておりません。E パワーの V になるとフロントガラスが遮音ガラスに、さらにルキシオンだとフロントガラスだけでなくフロントドアガラスも遮音ガラスになるということで、ルキシオンはさらに静粛性が高められているんですね。であとプロパイロットリモートパーキング、こちらは、はい、これですね、狭いスペースで車を駐車して乗り降りしづらいという時に、お手元の鍵を操作することによって車を前後に動かすことができる、この機能がプロパイロットリモートパーキング、
ついてくるのはルキシオンだけです。ルキシオンに標準装備、 e-power-V は設定がございません。でさらにプロパイロット 2.0 とヘッドアップディスプレイもルキシオンは標準装備で e-power-V は設定ございません。プロパイロットはついてくるんですが 2.0 ということで、高速道路上で、条件が揃えばステアリングから手を離しても自動運転の状態を保ってくれるプロパイロット 2.0、そしてそれと同時にヘッドアップディスプレイ、運転席の正面この窓のあたりに浮かび上がるようにプロパイロット 2.0 の動作状況だったりスピードとかが、映し出されるというそれがついてくるのはルキシオンだけです。ルキシオンかなりいろんな装備ゴージャスで、先進装備満載になってるんですね。はい、そしてこちらがセンターコンソール、これがですね先ほど言ったルキシオンは7人乗り、ハイウェイスター V は8人乗りですよって言ったところの違いでして、ハイウェイスター V は先ほどもちょっと見ましたスマートマルチセンターシートがついてきます。前後にスライドできるシートがあるんですね。一方でルキシオンはこれついておりません。前後にスライドするシートついていない代わりに運転席と助手席の間に、はい、こんな感じでセンターコンソールボックスが搭載されているんですね。これは動かすことができません。で代わりにルキシオンの2列目ですね、こちらキャプテンシートとなっておりまして、どちらのシートも左右にこの肘掛けがついてくる、でゆったり座れるシートになっているというのがルキシオン。ドライバーだけではなくて後部座席に座ってる方もより快適になるのがこのルキシオンとなっております。ということでこちらですね、先に喋っちゃいましたがハイウェイスター V は最大3、セカンドシートに最大3人乗ることができる、他のグレードと同様ですがルキシオンだけは2列目がキャプテンシートになっておりまして左右にアームレストがついてきます。であとシートの生地ですね、こちらも先ほどもちょっとインテリアのところで見たので割愛しますが、ハイウェイスター V はジャガードの織物とトリコット撥水加工、と合皮のコンビネーション、防水のシートもハイウェイスター V であればオプションで選択することができますが、ルキシオンは全面合皮のちょっと高級感を増したものになってます。一方で防水シートは選択できませんのでご注意ください。であとはルキシオンの専用の外装がございます。本当にちょっとしたとこかもしれませんがハイウェイスターはこのハイウェイスターのエンブレム、ルキシオンはルキシオン専用のエンブレムがついてくる。であとシャークフィンアンテナがついてくるのもルキシオンだけです。こちらはプロパイロット 2.0 の作動に必要なものとなっています。はい、でもう一つ違うのがハイウェイスター V と、ルキシオンはここです。ここフロントのライトとそして A ピラーにつながるここにセレナって書いてある部分なんですけど、これがちょっと金属質のものになっているんですね。通常はこちらピアノブラックとなっています。はい、こちらハイウェイスター V とルキシオンの違いです。まあかなり大きいところは乗車定員の違いですかね。で他にも豪華装備がルキシオンだと標準でついていたりとか、あとはルキシオンにしかつかないものがいくつかございました。ということで今回の動画では新型セレナのグレードそれぞれ何が違ってどんなところをポイントに見ていけばいいのかを解説してまいりました。今回のまとめです。まず車両価格を重視するならガソリンモデル、燃費や走りを重視するなら e パワーですね。パワーはもちろん e ペダルがついてくるというところで走行性能、走りの楽しさという部分は e パワーの方が高いのかなと思います。でただし四駆が絶対に必要なんだという方はガソリン車をご選択ください。またメーカーナビとか、両側オートスライドはいらないよ、豪華装備そんなに必要ないんだよという方は X も要検討となります。一方で XV とそしてハイウェイスター V はガソリンモデルも e パワーモデルもですね、装備関係基本的に一緒なんですね、装備とか仕様は。なのでこの標準車なのかハイウェイスターなのかというのはもう見た目で選んじゃってください。でとにかく全部の装備そして最新機能欲しいんだという方は迷わず最上級モデル e パワーにはなりますがルキシオンをチェックしていただければと思います。先日発表されたばかりの新型セレナ、
カタログを見たりホームページを見たりいろいろ考えていくんだけれども、どこをポイントにグレードを選べばいいのかな、何が違うかわからないなという方多いかなと思いますので、今回は私がポイントだなと思うところを主にまとめてまいりました。いかがだったでしょうか。新型セレナですね、また現車届きましたらハイウェイスターと標準グレードの違いとかもいろいろチェックしていきたいと思ってますのでお楽しみに。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。